一気にお前を征服したい。うん、征服して。行くぞ、都。ついにこの時が来て、来て、ヤマト。行くぞ。あ、熱い、ヤマトの。ああ、思ったよりスムーズだな。もしかして今言った？しょうがないよ、こうなるのずっと夢見ていたんだから。痛くないか？大丈夫、ヤマトの好きにしていいよ。ミヤコ。俺はミヤコを強く抱きしめた。ズチュグチュル、音が響いていく。敏感なミヤコは早くも感じ始めていた。すごいいいの。なんだこれは。PC ゲーム、マジでミヤコに恋しなさい。モロにプログラム作ってもらって、私がシナリオと画像入力したの。主人公はヤマトで選択は私一択。エッジシーンは48通りプラスシークレット多数。隠しコマンドでモザイク除去。ソフリン通してないから超過激。で、俺にどうしろと？これをプレイするうちにヤマトは次第に私に萌え萌えに。そして PTA や規制派の言うように現実とゲームの区別がつかなくなって、いつか本物の私にあんなことやこんなことを。怒られるからたまには普通に。ん、やっぱり辛抱たまらない。ヤマト、さっき。おはよう、ヤマト。いいお目覚めね。またか、ミヤコ。毎朝どういうつもりだ。おはようのキス。それで起きなかったら、おはようの全身リップに続き、おはようの出ていけ。いけそう。またダメだったの？うん、でも私くじけない。ヤマトは今モモ先輩に2回も振られて傷ついてる。だから私が癒してあげないといけないの。優しいんだね、ミヤコ。応援するよ。そしてこの傷ついた心の隙間をつけば、きっとヤマトは私になびくはず。ヤマトが振られて落ち込んでる今が最大のチャンスだね。きっと振られたヤマトは毎晩枕を涙で濡らしてるに違いない。これもヤマトが無謀な告白をして振られてくれたおかげだね。かわいそう、振られたヤマト。頑張れミヤコ、振られたヤマトが待ってるよ。あいつら。みんな起きな、朝ごはんだよ。でもどうやったらヤマトは私に振り向いてくれるのだろう。しかし朝食にお米のご飯というのは実に良いものだな。ゲンさん、カニコロッケ1個くんね。誰がやるもんか、バカ。ち、これ好物なんだけどな。ほらよ。サンキュー。
ゲンさんは優しいよな。勘違いすんな。やらねえといつまでもうるせえから恵んでやっただけだ。ゲンさんってもしかしてツンデレ？なんだそれ。レイコさん、お味噌汁おかわり。あ、いいよ。今日の味噌汁はユキエちゃんが作ったんだよ。ああ、美味しいよ、マユチ。そんなたとえお世辞であろうとも、私などがそのようなお褒めの言葉をいただくなどもったいない。いや、お世辞じゃないよ。ほんと、いいお嫁さんになれるよ。よ、お嫁さん。やったな、マユチ。今夜から婚姻届にサインの素振り披露会だ。まずい。ヤマト、私のコロッケ食べない？いらん、俺はケチャップはかけん。ケチャップじゃなくてソースだよ。でもそれ赤くね？私の秘蔵コレクションデストロイドソース、100万スコビルの美味しさだよ。100万スコビル？辛さの単位、タバスコが約2500スコビルだから、100万スコビルはざっと400倍の美味しさ。勘弁しろ。何何？皮膚についたらすぐに水で洗い、医師の診断を受けること。もはや食べ物の説明じゃねえ。せっかくのミヤコの恋なんだから、一口だけでも食べないよ。一口も食えるか。うん、こんなに美味しいのに。あ、残念だったね、ミヤコ。これが世に言う性の不一致というやつだね。みんなおはよう。おはよう、ワンコ。姉さん。遅いぞ。何やってたんだ？なんだよ、姉さん、いきなり。ここんとこ戦ってないから欲求不満なんだよ。川上大戦の後、お姉様に挑戦する人めっきり減ったね。あの激しい戦いがテレビ中継されたんだ。半端な連中はおじけづいたんだろ。そういうことだから、ヤマト。今日も私のおもちゃになれ。カサマファミリーか。あいつらガードが硬くて絶対パンチが取れないんだよな。あー、エロが見てー。はい、究極奥義で高ぶった心を沈めるとするか。クイッ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 と。何やってんだ、ヨンパチ。確かにうちの学園は武道を学ぶことを推奨しているが、まさか四八が真面目に鍛錬を始めるとはな。話しかけるな、集中力が乱れる。お前が女を追いかける以外にマジになったのは初めて見たぜ。これだ。見えた。ヤマト、振られてもいつも通りだね。うん、仲がいいよね、二人とも。突き放されても変わらずついていく。私と同じ。モモ先輩もそんなヤマトを受け入れている。悔しいけど、モモ先輩にはかなわないのかな。ミヤコは本当にヤマトのことが好きなんだね。うん、今の私がいるのはヤマトのおかげだから。ミヤコ、私は小学校の頃ずっといじめられてたの。本当に辛くて苦しい毎日だった。でもヤマトはそんな私を救ってくれた。私なんかに関わったら自分もいじめられるかもしれないのに、私を助けてくれた。ヤマトがいなかったら今の私はいなかった。うん、でもヤマトは私に振り向いてくれない。こんなに愛してるのに。なのにヤマトは。かわいそうなミヤコ。僕はこれ食べて元気出して。いらない。タバスコ味だよ。ちょっともらう。そうだミヤコ、いいアイディアを考えたよ。名付けて泣いた青鬼作戦。いい、もうオチが読めた。まず僕がチンピラに変装してヤマトを襲うんだ。そこにミヤコが助けに来て、僕がやられるふりをする。そして感謝したヤマトはフラグが立って、私にあそこも立てましたとさ。ね、いいアイディアでしょ。ヤドカリを手なずける方がまだ望みがあると思うよ。もうこうなったら残る手は一つしかない。ヤマトにこの思いを伝えるには。伝えるには実力行使。ついにやるんだね、ミヤコ。ダメだって言ってはダメ。行動あるのみ。ヤドカリはいいな。心が洗われるようだ。あ、どうしたミヤコ。ヤマト、ごめん。うわミヤコ、何を。ヤマトが悪いんだよ。いつまで経っても私に振り向いてくれないから。やめろミヤコ。逆らわないでヤマト、すぐ済むから。おい待て。ひ娘じゃあるまいし、騒がない。いやー、ヤドカリが見てる前でやめて。そこまでだ。クッキー、ヤ
マトをいじめると許さねえぜ。さあもう大丈夫だヤマト。なんてことするのクッキー。だって実力行使するって言ったじゃないか。だから泣いた青鬼作戦。ありがとうクッキー大好きだ。ほら僕の言った通りだろ。僕がチンピラの格好をしてヤマトを助けたらヤマトが感激して僕を大好きになってって。はい、出てけ。ねえヤマト。なんだ。ヤマトはどうしてミヤコの気持ちに応えてあげないの。ミヤコのこと嫌いなの。いや。じゃあどうして。俺にはそんな資格ないんだよ。子供の頃ミヤコはいじめられてたな。それ俺はずっと知らないふりしてたんだ。ヤマト。ミヤコがずっと辛い思いをしてるのは知っていた。でもあの頃は何か目立つことをすると今度は自分がいじめられる世界だったんだ。身を潜めて目立たないように、余計なことに関わらないように生きるのが子供の処世術だった。ミヤコを助ければ自分もいじめの標的になる。そいつはどうして。俺がミヤコを助けたのはそんな自分が嫌だったからだ。あのまま知らないふりを続けていたら今頃俺は自分で自分を許せなくて苦しんでいただろう。さもなければ罪を気にしない汚い人間になっていたかもしれない。ミヤコを助けた時、本当に助けられたのは俺の方だったんだよ。ヤマト。ミヤコに優しくしたのは罪滅ぼしだ。それでミヤコが俺に惚れてしまったのは想定外だけどな。俺はミヤコの気持ちに応えるべきじゃないんだ。ミヤコもそんなしがらみにとらわれるべきじゃない。もっと自由に人を好きになるべきなんだ。ヤマト。ミヤコ。ヤマト、そこまで私のこと。ヤマト、やっぱり好き。聞いたろミヤコ、お前はお前の生き方をしろ。わかったヤマト、私は私の自由意志でヤマトを好き。おいクッキー助けろ。クッキー実力行使。クッキーヤマトを電撃で眠らせて。ロボット三原則は命令は絶対だけど人を傷つけちゃいけなくて、でも人を守らないといけないから、お前は一つとすればいいんだよ。ロボットが悩むな。おとーどー見えた見えた見切った幸せうわおたるんでるからな。抜き打ち反省会だぜ。確かに未熟な私は至らぬことばかり、反省することしきりです。愛の無知でビシバシしごいてやるから覚悟しな。はい、それでは松風、今日の課題は何でしょうか。ここはズバリ直江ヤマトについてだ。ヤマトさんですか。マエってさ、ヤマトに気があるんだろ。そこんとこマジどうなのよ。そんなメスもない。私めなどがヤマトさんを好きになるなんて。いや、もちろんヤマトさんはいい方ですし、恋を抱いてもいますが、それは良き先輩としてであって、決して横島な感情で見ているわけでは。バッハー！甘ってるんじゃねえ。恋愛に横島も縦島もねえんだよ。恋愛ですか。そうだよ、恋愛だよ。ヤマトに惚れてんだろ。はっきり言っちゃいなよユキ。それは私などがヤマトさんにそのような感情を抱くとはなんでおこがましい。もう一回復讐だマユッチ。ヤマトとの出会いを覚えてるか。出会い？そう、あれは忘れもしない川上学園入学式の日。行け走れ短期大逃げ堂々一着だぜ。新入生たるもの遅刻は厳禁。生活態度を正し、心身ともに健やかに勉学に励むべく余裕を持って早めに登校します。後ろ前ゆうけみ。すげー
私急いでて、その大丈夫か？まだ慌てる時間じゃないよ。先生ですから早めに投稿しなければと思い、うわ、先輩の言葉に対して家などという否定形から入ってしまった。はい、これ私もな、なんと恥ずかしい思い出、消し去りたい過去です。人生にもセーブポイントがあればね。でもあれが私とヤマトさんとの出会いだったんですね。おともあろうかパンツを見られちまったね。私どうしたらいいでしょう。そりゃまゆっち、もう結婚するしかねえべや。結婚、ああ、結婚だ。なんせパンツ見られたんだからな。そんな、結婚だなんて。しかしパンツを見られてしまったのも事実。ああ、パンツ見られちゃどうしようもねえよ。ヤマトも責任取ってくれるよ。なんせパンツ見たんだからよ。そうですね、パンツ見られたのですものね。ああ、パンツだぜパンツ。松風が言うならその通りですよね。私パンツを見たヤマトさんに身も心も捧げる覚悟を決めます。おう、その息だ、頑張れマユッチ。しかし結婚は二人でするもの。私が覚悟を決めるのはたやすくとも、ヤマトさんにまでそれを求めるのは難しいのではないでしょうか。気づいた？ヤマトさんは大変素晴らしい男性です。きっと私の他にもたくさんの女性が慕っているに違いありません。そんなヤマトさんが私などを選んでくださるかどうか。マジハウ！今からそんなこっちゃ勝てる試合も勝てねえぞ。し、いわく諦めたらそこで試合終了だぞマユッチ。でも何もしないでいるとヤマトはいずれ他の女と付き合っちまうぜ。そんで子供できて結婚でもしたらどうする。ヤマトさんが他の女性と結婚、そうなったらマユッチは新郎の友人として結婚式に招待されるんだ。それでもいいのかよ。公式にヤマトさんの友人として認めてもらえるならそれも本も。おばけ！友人で満足していいのかマユッチ。披露宴に出たら引き出物に新郎新婦の顔写真入った皿をもらうんだぜ。捨てるに捨てられず一生ついて回る呪いのアイテムだぜ。しかも毎年子供の写真入り年賀状が送られてくるぜ。そうなっても耐えられるのか。日の小さな私には元旦の郵便配達が最悪を届ける死神に見えてしまいます。マユッチにできるのは子供の写真に落書きするぐらいだぜ。そんな大それた真似恐ろしくてできません。せいぜい写真のお皿でカレーを食べるくらいです。クレー、そんなことになってもいいのかマユッチよ。私が間違ってました。簡単に夢を諦めず思いを胸に精進します。そうだマユッチ、し、いわくガンガン行こうぜだ。はい、これからはガンガン行きたいと思います。でも一つ気にかかることがあるんです。はい、何ですか？私は今ヤマトさんのお心の方が心配なのです。ヤマトがどうした？ヤマトさんは先日モモ先輩に告白したにもかかわらず二度も振られてしまいました。今は気丈に振る舞っておられますが、もしかするとそれは辛さを紛らわすための行動なのではと。マユッチ、ええ子やね。なんとかしてヤマトさんを元気づけてあげることはできないでしょうか？そうだな、男が喜ぶもんか。女の手料理がいいんじゃね。お料理なら私は得意です。そいつは願ったりかなったり。マユッチ得意の手料理作戦でヤマトの失恋を慰めつつ、絡め手にとって好感度アップだ。はい、せっかくならヤマトさんの好きなものを作って差し上げたいと思います。ヤマトが好きなものといえばヤドカリ。ここはヤドカリ料理でアタックだぜ。多分口を聞いてもらえなくなると思います。分かってる、言ってみただけだが、そこにヒントが隠れている。ちゃんとその答えは、ここはタラバガニ料理で攻めるんだ。なぜにタラバガニを？実はタラバガニは生物学上ではヤドカリの仲間だったんだ。ヤドカリ科目タラバガニ科タラバガニ属タラバガニ。ヤドカリ好きなヤマトにタラバガニ料理でアタックだぜ。しかしタラバガニは2009年よりタラバガニ浄化に移されヤドカリの仲間ではなくなったそうです。そっか、奴も冥王星の仲間か。世知辛い世の中だぜ。ところで松風、なんだいマユッチ。ヤマトさんはどんな女性がお好みなのでしょう？ヤマトの好み？ヤマトさんに私をアピールするだけでなく、私がヤマトさん好みのタイプになるよう心がけるのも大切なのではないかと思うのです。いいところに気づいたマユッチ。相手の好みを思いやる心がけ、おいらキュンときたぜ。ヤマトさんの好みの女性はどのようなタイプなのでしょう？そうだな、やっぱモモ先輩みたいな感じじゃね。モモ先輩ですか？
出なきゃ二度も告白しねえだろ。なるほど、確かに。具体的に言うと桃先輩はどのような感じでしょう。世界最強バトルマニアで戦ってないと落ち着かねえ危険人物。つまりもっと強くなればいいわけですね。私今まで以上に鍛錬を積みます。そして男を男と思わねえ乱暴者で、ガサツで、おぐらいで、女好き。乱暴者ですか。それもなんとか精進します。しかも美人で、気さくで、誰からも好かれて、誰とでもすぐ仲良くなれる人気者。誰とでもすぐ友達になれるですか。そう、友達。私には難しそうですね。私どうして友達ができないんでしょうね。やっぱ人と話すの苦手だからじゃね。確かに人前では緊張してしまって、ご挨拶すらまともに交わせません。天と多難だね。松風とはこんなにお話できるのに。そりゃ親友だからな。こんな私に友達100人できるでしょうか。心配すな、できるさ、絶対によ。よっ。おやすみ、まゆっち。おやすみなさい、ヤマトさん。ヤマトさんとご挨拶ができました。よかったな、まゆっち。はい、明日もいい日になりますように。おやすみなさい、松風。あ、おやすみ、まゆ。テレビ見たやつ全員にマユッチと友達になれる権利を無料プレゼント中だ。何いらねえ、